毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はダートジグとカバー用ジグのスイミングテストを行いたいと思います。それではヒロボーテストを受けます。ダートジグ単体のやつは自作ワームのシャッドワームをつけてみたいと思います。そしてブレードありの方は大きめのシャッドワームをつけてみたいと思います。それではあなたの泳ぎ見せて。ダートジグのウェイトは 13g です。そしてシャッドワーム4インチ合わせると 22g になります。それではドーンと着水してから、おお、こういう感じですね。大成功にしておきたいと思います。それではブレードありのあなたの泳ぎ見せて。ダートジグブレード付きのウェイトは 14g です。シャットワーム5インチを足すと 28g なので、ちょうど1オンスになります。まずは着底して、おお、キラキラ回ってくれてます。いいんじゃないでしょうか。着底して、お、ブレードとともに回ってくれてます。うん、リアクションで口を使ってくれそうですね。こちらも大成功だと思います。やったね。カバー用にはシャッドワームのツインテールをつけてみたいと思います。それではあなたの泳ぎ見せて。カバー用軸単体のウェイトは 14g です。そしてシャッドワーム4インチを足すと 24g になります。ドーンと着水して、おお、こういう感じです。あとはどれだけカバーに入れるかですね。ドーンドーン、ポールスピードもフリーでこういう感じですね。フリーで落としてこういうポールスピードです。それでは実際プカプカしてどんだけカバーに耐えれるかテストしてみたいと思います。ヒロボー、プカプカします。では奥まで行ったぞ。クリアしてくる。クリアした。クリアしてきますね。
でしょうか。ダート軸釣れると思うんやけど、今回はダートジグ、カバー用ジグのスイミングテストでした。ダート刺したり、カバーにぶち込んだりして、バスを狙ってみたいと思います。それでは、ご視聴おおきに。